ああ、ボールに対してその場展開するというので、正直あの動作のつなぎ目が早すぎて転んじゃうんですね。ここはやっぱりもっとオーバーシュート気味になって、まだまだ悪いのか、一旦ステータスがいろいろ変わってってからなかなか切らないんですよね。ちょっとボール、このつなぎが、これ今さっきの動きってウェイトが入ってるところ、それとも単純に歩行の方向が変わるだけ？うん、なんか今来たけどプチフリーズがあるんですよね。自己主が解いてないだけ。違うな、今さっきのは違いますね。うん、プチフリーズと言ってました、書きましたけど、なんか動いてる最中に止まるんですよね、ちょっとだけ。方向全然取れてないな。というかジャイロが変なのかな、ありえない方向だよな。キャンセルのタイミングでおかしなことになってんですかね。だいたい今5分ぐらいですね。
あーやっぱりなんか というかこれでも20ミリセカンドの時からあったっちゃあったんですよね。転がる。だいたい大丈夫ですか。はい。